アルバレスサウルスは、白亜紀後期、約8600万年前マイナス8300万年前に、現在のアルゼンチンに生息した、アルバレスサウルス科の小型重脚類恐竜の属の、一つである。体長、約2メートル、体重20キログラムほどと推定されている。1991年、バホデラカルパルイソで化石に基づき、古生物学者、 ホセボ・ナパルテにより記載された。俗名は歴史家のグレゴリオ・アルバレスに懸命されたものである。復元図タイプ種は A 株位である。二足歩行であり、長い音足を持ち、この構造から足の速い動物だったと推定される。食中性であった可能性がある。ものに、クスやシュブウヤなどが属するアルバレスサウルス科の規定的なメンバーである。 このトガは、一人恐竜とされる場合も、初期の鳥類とされる場合もある。アルバレスサウルスは、ディスカバリーチャンネルのテレビ番組、ダイナソープラネットにおいてはイサルタサウルスを襲う、捕食者として登場する。しかし、実際には、同じ時代に生息しておらず、アルバレスサウルスは、サルタサウルスより、約500万年古い時代の生物である。ありがとうございます。